こんばんは、ポーナクラブ河合です。なかなか顔を出して話すのは少ないんですが、今回、僕の家の金魚たちがだいぶ成長してきていい感じになってきましたんで、またご紹介をしたいと思うんですが、まず今回、僕が金魚に対して思っている概念というのをちょっとだけ話させていただきます。金魚っていうのは、やっぱり中国から昔渡ってきた魚が日本に来て、いろいろな方がいろいろな思いを込めて手をかけて、ね、今の形で、僕がやってた20年前ぐらいからさらにこの20年の間に新しい品種がいっぱい生まれてきています。これっていうのはやっぱり金魚を愛する人たちが努力した、やはり人間の力だと思うんですよね。もともとフナなんで、そのフナが、ね、突然変異のものを交配し続けて今のような現状になってる、何百年もかけてこのような現状になってるっていうのは本当に人間がやってきたからっていうことですよね。なので僕はそう、金魚っていうのは、金魚の形ももちろんなんですが、金魚っていうのは人間が作ってきたもの、だから人間とのつながりを大事にして、これから金魚の育成をもっと頑張っていきたいと思っています。さてさて、じゃあ今回に関してはもうまさに本当人間の手がかかったという地金魚、ね、生まれてから選別、その後にさらに朝食、退食までね、削って変えてしまうという、まさに人間が考えて作ったという金魚だと思います。こちらの金魚、だいぶ色が出てきたのでちょっとご紹介したいと思いますので、ぜひご覧ください。はい、毎回紹介させていただいている一番最初に僕が朝食した地金ですね。なんとも赤がだいぶ残ってしまっています。これちょっと調整しないといけないと思うんですけど、やっぱり長年やってらっしゃる方のように綺麗に朝食はできないんだなっていうのは、ここは僕の技術の問題なので、これからまた渡辺さんだったり、今後地金の方と知り合うことがあればそこでご質問させていただいたりして、良い魚になるようにやっていきたいなと思っています。こっち側の方が多分ちょっと汚いんですけど、反対側の方がもうちょっとうまくいったのかなと思うんですけど、反対も向いてくれないですね。こんな感じですね。もうちょっとうまいこと色を落とせれば綺麗な六輪柄になるのかなと思うんですが、こんな感じになりました。餌はすごい食べてますんで、普通の罰金体型とは違いますよね。お腹がパンパンになっています。おけつを抜けてしまいましたね。綺麗に尾も開いています。背びれが尾びれにかかるっていうのがいいってことなんですけどね。まだ現状でちょっとどうなるのかわからないですが、この地金魚、とても大事に育てています。朝食して苦しめた分もありますんで、生涯全うさせるためにとても大事にしてあげたいと思います。将来の種植えになるのかなと僕は思っています。一番最初に朝食したということで、やっぱり思い入れも強い魚ですね。という感じで、またちょっと今度渡辺さんが我が家に来る時もあるので、その時に魚の方を見てもらって、ここはどこがいい、どこが悪いっていうのを含めて全部解説していただきたいと思っています。今日は地金魚の紹介と僕の金魚に対する考え方というものを載せさせていただきました。で、以上ですので、またこの魚が成長したら載せさせていただきたいと思います。ぜひご覧ください。ありがとうございました。